こんにちは。新鮮堂薬局、鈴木邦明です。2週間ぶりぐらいの配信になりますけれども、ね、間開けてこんなお知らせをしなきゃいけないのはちょっと心苦しいんですが、7月3日より、商品価格を、値上げします。サプリメントですね。大幅な値上げで25%上げることになりますので、皆さん、ね、ちょっと快く 受け入れていただいて、持続購入をお願いします。うちも大変苦しくなっております。今ね、本当苦しくなってるっていうのは、ちくわを食べた方が解毒にね、お見えになるんですけれども、ほとんどボランティアみたいな仕事になっちゃうんですよね。まあその辺がありますので、まああとはちょっと嫌っていうか、本当残念なんですけれども、まあ他の悩みでね、お越しの方も、まあ症状はね、悩んでる症状が改善していった上で、まあお子さんのことで来る方がほとんどなんですけどね、まあお子さんも含めて、お父さんお母さんね、おじいちゃんおばあちゃん、みんなちくわ食べちゃってるんですよ。で、その悩んでいた悩みが改善したことで喜んでいただいているのはまあ嬉しいんですけれども、そのちくわを食べたことについての、なんていうんですかね、何も、なんていうんですか、そのちくわを食べたということに対する危機感がほとんどの方はないんですよね。で、その上で、こういうページを作ってやるから、こういう動画を作ってやるからってことでご紹介してるんですけど、なんかね、それでも眠っちゃってるんですよ。で、その一方で、ちくわを食べた方で、解毒をしたいという方でね、お見えになってる方っていうのは、まあ、それなりにっていうのは、まあ、明らかに、体の不調は改善しているんですけどね。まあ、これが、今ご紹介している方たちの解毒で、だけでいいのかどうなのか。なんていうんですかね、納豆キナーゼ。納豆キナーゼの、血栓予防を作用というのは、やっぱり、目先のね、問題というのは、心筋炎とかね、血栓とかっていうことが主な原因になってくるので、また追加しますけれども、ページに書いてあることプラス、納豆キナーゼを持続的に飲んでいくっていうことは必要なんでしょうね。はい。で、あと、お客様のご家族とか親族の方で、がんになってしまったという話が、をいただくことがとても増えてます。で、この間ね、あるお医者さんと話している時に聞いたんですけど、総合病院にお勤めの方なんですけどね、例年のね、3倍って言ったかな、確か5倍って言ったような気がするな、例年の5倍近い、がんの患者の方が来るようになっちゃったみたいな話をいただきました。で、お客様からの、そのね、ご家族ご親族の方ががんになっちゃったっていうのも、まあ私のお客様って、西洋医学よりも、私が言うことを信じてくれる方が多いので、具体的な治療とか、あと食事、どうしたらいいのかっていう問い合わせを、質問を結構いただいてるんですよ。で、そのタイミングで、ちょうど、美濃の伴野さんですね、伴野さんからも、腫瘍マーカーのね、上がってしまったっていう方にはどうしたらいいですかみたいな、質問が来ていたので、木曜日、6月1日の木曜日の、まあ、午後には、がんの基本的な対処というページと、YouTube の動画を上げたいと思ってますので、もし、ね、ご家族、ご親族なんかで、そういった方がいらしたら、お役立ていただければと思います。まあ、6月1日って言ったら、もういよいよって感じが私はしてるんですけどね。まあ、6月1日、日本時間なのか、まあ、アメリカ時間ということになって、日本では6月2日何かがあって、
ていうことになってくるのではないのかなと思っています。で、6月の半ばぐらいまでに、まあ、北朝鮮がどうのこうのってことがあって、でそれが打ち上げ花火の、ね、一発目なんじゃないのかなというふうに、想定しております。まあ、でもこの、ね、私のところも値上げするということなんですけど、電気代ちょっとやばすぎませんかね。以前にもご紹介したと思いますけれども、静岡我が家ですね、我が家は1月2月3月の電気代が前年の倍ぐらいになってたんですよ。で、今回の、ね、6月の値上げは静岡中部電力入ってないので良かったなと思ったんですけど、ふと思い出したら、確か四国の方ですよね。四国の方で、家族5人で、その時で5万円とか6万円ぐらい電気代がかかっちゃってるっておっしゃったんですよね。で、5万円で考えても、この、四国電力 28.7% アップっつったら、まあ約3割、1万5千円ぐらい上がるから6万5千円、もしかしたら7万円近くになっちゃうのかもしれない。で、この間東北の方でね、それこそ、ご主人と息子さんが、3交代の仕事でついていて、お嬢さんも看護師さんだもんだから夜勤とかもあるので昼間もいることがあるしとかっていう、そういうだもんだから、極端でなくて24時間誰かしら家にいるので電気使ってるっていうお宅、そのお宅がね、1ヶ月の電気代がね8万円超えちゃったってね、本当に悲痛な声を出していらしたんですよ。で、その8万円ってことを前提にすると 25% 上がったら10万円超えますよね。もうすでに電気代というよりは、住宅ローンというだから本当静岡入らなくてよかったなと思ったんですけどね。だから私なんか基本的に、家帰るのが6時でしょ。で8時半頃には寝ちゃってるので2時間半しか電気使わないわけですよね。で、女房も、今はもう、スタッフの就業時間3時半までになってますから、まあそのまんまね、3時半に帰るんですけど、まあそれにしても、あ、でも女房はあれか、遅くまで起きてるからそれなりに電気使うことになるのかな。まあでもね、やっぱり節電というものを私レベルでも意識するようになりましたので、まあこれがね、電気代だけじゃなくて6月から段階的にガソリンですよね、ガソリンの、補助が削減される、で9月にはなくなるということなので、でそれでいて、食品の値上げはまだまだ続いてますよね。どうなってしまうんでしょうね。で、いろいろ話を聞いていると、どうやら6月に何かが起きた後、すんなりとベーシックインカムが始まるんじゃないかみたいな情報を書き込んでる方いらっしゃいますけど、どうも私はおそらくなんですけどね、ベーシックインカムみたいなものっていうのは多分法律として、日本ね、ここにやっぱり制定しなきゃいけないと私は思うんですよ。ですから今の国会議員、まあ国会衆議院とか参議院が解散して、新しい選挙が行われ、でそこで新しく法律ができて初めてそういったことになるんだと思うので、まあ6月に何かが起きたとして7月に議会が解散して8、9、10月ぐらいに、ね、新しい議会が始まって法律が通ってってことで、どんなに早くても10月以降11月ぐらいにやっとそういったことがね行われるのではないのかなという気はするんですよね。で、電気代なんかで言えばね、フリーエネルギーなんかになるっていう話もありますけれども、それもすぐにはやってこない。世界各国の人っていうのはいろんなことがあってみんな目覚めてね、覚めてる人がすごく多くて、ヨーロッパでもね、他のアジアでも、南米なんかでももうデモだらけじゃないですか。
で、日本も実際でも起きているみたいですけれども、やっぱりその規模が小さい。ってことは、日本は火付神事、とか、大火付神事に書かれているような、本当に食糧危機とか、いろんな、問題ですよね。問題を抱えたまま、本当の意味で目が覚めるような、日本劇場が別個に行われるのではないかと私は思ってるんですよ。ですから、食糧危機も本当に演出されるでしょうし、本当に、その飢餓で亡くなる方も出てくるのではないのかなと思っています。本当どうなるか分かりませんけれども、そういった中で、値上げをさせていただくということを、今日はお伝えしたいと思います。それで、具体的には、7月3日、7月1日に上げようかと思、あの、変えようと思ったんですけど、日曜日なもんですからね。で、7月2日の火曜日の日に、月曜日に、一時的に楽天とかヤフーショッピングとかホームページのその価格改定のやつでいじるので、スタッフが減ってしまったので、2日は商品価格改定のために、販売できない可能性があるということで、どの程度でね、価格改定ができるのかちょっとわからないんですけれども、アマゾンの方は多分すんなりできるんじゃないかと思ってますので、いずれにしてもね、本当価格改定、25%、本当は4割ぐらい上げたいんですよ。47%ぐらい上げたかったのかな。でもね、もう一回ちょっとこの25%で、踏ん張ってみようというふうに思っています。税込み価格がね、こういう形でになっていきますので、6月中は据え置いた値段で買えますけど、あんまり買いだめしてほしくないんですよ。っていうのはね、このサプリメント作ってくれている会社があるんですけれども、やっぱちくわの関係なんでしょうね。人が十分に揃わなくて、大きいロット、今までみたいな大きいロットで、去年からか、去年のもう春頃から、大きいロットで頼むのをちょっとやめてくれって言われちゃったんですよ。人手が足りなくて。で、大きいロットでやっちゃうと機械が埋まっちゃうので、他の注文が、人手が少ないもんだから、受けきれないということになってしまうので、前はね、それでもね、4ヶ月分ぐらいの在庫持ってたのかな。今ね、2ヶ月分ぐらいしか、もうとにかくたくさん作ってくれないので、在庫持てないんですよ。ですから、できれば、余分に頼んだとしても、3ヶ月、2ヶ月、これはこっちでね、強制するわけにいかないんですけど、でも6月に皆さん買ってくれれば、7月は買う人 いないかなっていうこともあるから大丈夫なのかな。わかんないですけどね。その辺は皆さんにお任せします。最後に、本当、6月、いよいよ6月ですし、バイデン大統領っていうんですか、偽のバイデン大統領の、いなくなることが、想像されますので、あれですかね、トランプさんが下院議長になるんですかね、マッカーシーが解任されて。ね、で、そういう状態で、大統領、副大統領がいなくなるもんだから、自然に、3番目の権利を持つ下院議員の議長であるトランプさんが、大統領という働きになるんでしょう。流れになるんでしょうかね。いずれにしても、そういう類のことが起き始めたら、株式市場崩壊もそうなんですけど、そういう類のことが起き始めたら、世紀末予言ですよね。聖書が予言していた、エゼキエル戦争という流れになることだけは間違いないんだと思いますので、一応、そういうことが始まって、眠っているご家族がいらっしゃるようだったら、
あ、この話私聞いてたよっていう形で、言ってあげれば、まあその、なんていうんですか、恐怖に、おののかなくて済むのではないかと。まあ恐怖におののいたとしても、程度は軽いのではないかと思いますので、皆さんもし、そういうことが始まったら、ポロッポロッとご家族にそうやって話して、ご自分だけは落ち着いている。で、家族にその落ち着いている波動が届きますので、ぜひその辺のことを、ね、心がけるようにしてください。まあその後は本当ね、人助けという流れになるでしょうから、まあもちろんね、知らない人まで助けるという余力のある方はほとんどいないと思いますので、まあご家族、まあできればご親族まで、助けれるように、いろいろと手を打っていただければと思います。ただし、何度もお伝えしているように、ちくわを食べた方に、食べ物を与えるというのは、助けることにはならないわけですよ。ね、何度も言ってますよね。ですから、まあ、その際には、できれば、まあ、3回、4回ちくわ食べちゃった、4回以上食べちゃってる方なら、私は、1週間断食を3回か4回やってほしいと本気で思ってますので、そういったことも頭に入れていただいた上で、どうやって食事、ね、食材の面で助けてあげるのか、まあ皆さんなりに判断してっていただくしかないですね。まあでも本当、第一の解毒、まあ解毒ということにならないんですけど、初めの一本というのは、納豆キナーゼを飲むっていうことで、まあことをやっといた上で、以前私がご紹介しているような、解毒の方法を、取り入れていくのが一番なのかなと、現時点では思っていますので、まあとりあえず、木曜日、がんの治療と食事について、改めてご紹介したいと思います。今回の話は以上です。ありがとうございました。